坂出市では4月9日より坂出市内を運行するすべての路線バスやデマンド型乗り合いタクシーを無料で乗車できる公共交通無料デーを実施しています。実施2日目となる4月19日にも多くの方が路線バスを利用していました。この公共交通無料デーは公共交通の利用促進を目的としています。今回は公共交通無料デーを利用した方に話を伺いました。老人会がね、レオマワールド行くんです。いいことだと思いますよ、老人にとってはね。はい、今までバスに乗ったことないからね。84歳なんだけどね、今から練習するんです。車をな、返納したから足がないから、いや、これはやっぱりええごっちゃな。まあ、史跡というと大げさなんですけど、そういうちょっと昔のものを見たいと思って、岡山から来ました。先週あたりに行きたいなと思ったんですけど、でバスの時間を調べるんで、インターネットで調べたらこういう無料デーがたまたまあったんで、じゃあその日に来ようというふうに思ったんですけれども、私車運転できないんで、バスとか電車とかすごい利用するんで、ありがたいなと思います。はい、この公共交通無料デーは4月9日から5月27日までの間で6日間実施されます。対象路線など詳しい内容については、坂出市のホームページをご覧ください。